大田吉勝は、日本の実業家。ミノルタ代表取締役社長を経て、コニカミノルタホールディングス取締役、代表執行役社長や、同社取締役会議長を務めた。京都府出身。1964年同志社大学法学部卒業、ミノルタカメラ入社。1987年副社記事業部副社記、営業部長。 1991年取締役、副社器事業部長兼副社器営業部長。1994年、情報機器事業統括本部長兼情報機器営業本部長。1995年常務取締役。1999年からミノルタ代表取締役社長を務め、コニカとの経営統合を行い、2003年持ち株会社となった。 コニカミノルタホールディングスの取締役、代表執行役副社長及び事業主会社のコニカミノルタビジネステクノロジーズ代表取締役社長に就任。2006年コニカミノルタホールディングス取締役、代表執行役社長。2009年コニカミノルタホールディングス取締役、取締役会議長。2012年ヤマハ取締役。 2013年コニカミノルタ取締役会議長。2014年コニカミノルタ特別顧問。2015年 J フロントオリテーリング取締役。2017年コニカミノルタ名誉顧問。公益財団法人、コニカミノルタ科学技術振興財団理事長も務めた。ありがとうございます。